天より千寄りを本格的に始めたのは実は72年でみんな73年からのサインがあるんですがあれはほとんど72年の作品でその当時サインをしないでその制作してたものを画廊の主人が来てこれで古典をしようということで画廊に運んでいって 展覧会するときにその現場で最後したから73年になっててそれでどういうことかというと71年秋に僕はパリからニューヨークを回ってニューヨークのモマという近代美術館でバイネット・ニューマンの「ブラック・エンド・ファイト」という大きい展覧会を見て非常にショックを受けて非常に空間の大きいそういう絵を見てですねああ絵ってこんなにすごい力があって。 あのまだやれるフィールドなんだということをその強く印象づけられました。それで日本に帰ってそれで僕ならどういう絵画ができるだろうかということを真剣に考えだ結局僕はじゃあ子供の頃学んだ時間の展開をやろう,うまあ子供の頃幼い頃学んだ点の付け方線の引き方 それは本当に45歳の時にいつもそのファン先生っていうのが来たらまず電をつけてごらん線を引いてごらんそれを2三3 0分させられるんでそれでその筆に墨をつけてずっとその電をつけていくとしまいには消えてなくなるわけで線を引いても初めは濃くてしまいには消えちゃうんでそういうことをずっとやってたことを思い出して。 ああこれを上手に組み合わせばこれは非常に現代的な表現になるはずだというそういうふうに思ってそれでバイネレツ・ニューマンは時間あの空間的な展開をしたと思えば僕は時間的なものでやろうと言ってそれでこれはそれでやってその初めは濃くてだんだんなくなるそうすればまだつけてやる。 こういうい繰り返しそういう繰り返しの中でこれを展開すればいいんだっていうそういうシステムを利用すればこれは立派な絵になるんだということでそれはつまり言葉変それでその無限概念はいわゆる物理学学や数学にある無限概念とぴったし同じですでそれで初めはいい気になってそれぞってやってて十数年やったらそれが80年代になってそれが ババラバラにになってそのガタガタにれで壊れてしまいまいす壊れてで80年代後半になってくると再び壊れたカオス状態のそういう画面からだんだんとストローグが整理されるようなことになって90年代に入るとそのストローグがだんだん減っていって空間が見えるようになります。いわゆるその書くことによって 書かないものが反応する響き合うということがだんだん分かってきてそれからだんだんストロークを減らして今は1つか2つ多くて3つぐらいでもう十分成り立つということになったんですけれどもでそうすると70年代は繰り返しの中でその反復の中で閉じた無限概念みたいなものから 解放されてその書かないものと書くことが何か反応し合う組み合わせるっていうことの中で起こる無限概念っていうのがはるかに大きくて面白いっていうことに無限概念が変わったんですだからその絵画っていうものは物語や意味や何かが何かを示すんじゃなくてここでタッチしてないところにタッチすることによって起こるバイブレーションという。 ことでその広がるような空間が余白でありそれが無限な世界なんだということでえその僕の絵画は非常に少ないあのタッチでえその僕を超えたより大きな世界の響きを経験することができるっていうふうになったのかなというそういうような自負が 自由を持つことができました。